組がスタートいたしました。その名も七瀬とシエルのパチスロ神ってる。どんな番組かというと、私七瀬凛と相方の立花シエルが神がかり的な引きを見せ、そして勝利し美味しいご飯を食べようという、そんな番組になっております。さあ、そして今回ご協力いただきましたのはパラッツォ、まばし、中根長津店さんです。ありがとうございます。ちょっとあの番組趣旨の神がかり的な引きっていうのがすっごい引っかかってるんですけど、私今までで、ね、数回程度しか神がかり引きかっこはてなみたいのにちょっと引けてないので、精一杯頑張らせていただきますので、ぜひとも皆さんたっぷりと楽しんでいただけたらなと思います。さあ、それでは早速収録の方頑張っていきたいと思います。見とるよ神がかり的な引き。はい、それでは早速本日の実践を始めていきたいと思います。はい、私が今日選びましたのは凱旋です。はい、まあこちらの店舗さんはハーデス、そしてねポセイドンもあったりしたんですけど、やっぱり本日初回なのでやっぱ凱旋から行こうかなと思って今日は凱旋からスタートします。いやー、ちょっと大丈夫かな、やっぱ初回だからいろいろ引きたいです。はい、まあゴッドはちょっと厳しいにしかもしれないんですけど、あれは引きたい、スペシャルゴッドゲームで赤7決めちゃうみたいなのはちょっとやりたいなとか思ってるんで、大丈夫かな、なんかトップバッターが私じゃないですか、この神ってるのやっぱトップバッターだから決めてかないと、かましてかないといけないなって思うんですけど、かませるかな、爪痕残せるかな、もう最近いかに爪痕を残すかで生きてるから、なんて言うんですか、このもどかしい感じっていうのかな、それがやっぱり私的な、楽しみポイントの一つだと思うんですよ、この凱旋ハーデスシリーズので、相方のシエルンが結構凱旋が好きで、シエルンがね楽しそうにその凱旋の話をしてるのを聞いて、私もね打ったところ、まあこの通りハマってしまってね、いやだからなんだろう、まあ、もちろんやっぱりご褒美のね美味しいご飯っていうのがあるから、まあそこを目指すっていうのはもちろん大事だと思うんですけど、やっぱりなんだろう、大好きな台だからこそ負けても楽しいんだよっていうところを、いやちょっと今負けても楽しいんだよって言ったけど、凱旋の負け額半端ねえからそんなこと言えないですねいやでもそういうニュアンス、そういうニュアンスで私行きたいんですよ今日。いやなんか最近私めちゃくちゃ引き弱くて、お祓い行った方がよくねみたいな感じで最近思ってるんですよ。なんかその状態でこのゴッドに座るのは大丈夫なのかって思ったんですけど、まあでもね、なんか謎の自信ですけど今日は大丈夫だと思ってますはあ、大丈夫かな、先行きが不安になってきちゃった。だってミリオンゴッドコーナーみんな楽しんでるんだもん、私だけ当たってないんだもん。何食べたいかな私、でもね私ね別にイタリアンとかフレンチとかよりもなんか焼肉がいいわホルモン、ホルモン、なんか前にね食べに行ったホルモン焼き屋さんがあって、そこのホルモンがめっちゃ美味しかったの。なんだっけな部位の名前、白コロかな、めっちゃ美味しかったの。それがもうそれだけをお腹がいっぱいになるまで食べたい。あ、じゃあそれでいきます、それでじゃあお願いします。私のご褒美ご飯は焼肉ホルモン焼き白コロ
ほら、なんかほら、周りの人ばっか当たるよ、凱旋。七瀬の台はどうしたの？七瀬の台も頑張ろう。私はね、頑張ってるよ。頑張って、うんうんってやってる。ここで皆さんに朗報です。なんと開始、約40分。凱旋コーナーでゴッドを引いたお客様がいらっしゃいます。ちなみに七瀬ではありません。やだよ、ほんと頼むぜ。どうしよう、これで店長まで行って見せ場なしみたいな。多少の見せ場は欲しいですよね。あれ、神殿まで一気に行ったよ。これはいけたんじゃない？逆にこれで行かなかったらダメ。お願い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 。もどかしいもどかしい。確かにさ、このドキドキ感ハラハラ感味わいたいと言ったけどさ、やめてね、お願いだから。はい、頑張りたいですね。あれ、もっとガチッと私ここでジダバゲットする予定だったんですけど、これちょっと様子がおかしいぞ。え、やっぱ少ないよね、ちょっとね、気持ち。平均なんか300、4兆くらいあるイメージなんですけど。これなんかすげえ幸先良くないと思うんですけど、大丈夫ですかね、これね。まあいいや、次 B ゾーン。ダメでした。これはあんま良くない傾向ですよね、多分ね。よし、ちょっと椅子座り直してね。はーい、はい、はーい、また頑張ります。マジかマジか。もうこれあんまり良くない流れだとさ、最終的にゴッドに頼るしかなくなっちゃうっていうのがすごい嫌ですよね。やっぱ最後に取っときたいよな。やっぱこうね、ちょこちょこ当ててわーみたいにしてから回を重ねてのゴッド、これがやっぱ理想なんだよな、理想のシナリオ。なんかさっきゴッド引いてた人がまたゴッド引いてますね。すごいですね。1個だけ分けてほしい、ゴッド。かみってますよ。そう、え、かみってるってゴッドを降臨させるってこと、もしかして。あ、そういうこと。え、じゃあ何、ゴッドは終盤に取っときたいわじゃなくて、もう毎回ゴッドを狙っていくってこと。あ、番組趣旨を理解しました。今ここでなんか分かってきた気がする。私のまだ全然かみってないってことですね。かみらせるには一体どうしたらいいんだ。じゃあそれをちょっと今から考えよう。かみらせるにはやっぱあれかな、褒めようか。褒めたら出れるかもしれない。
いやーゴッドさん今日もいい音してますね。いやーいい音してる。そしてこの演出が来る時のこのドーンっていう音、もう全部音じゃん全部音じゃん。音しか褒めることね、どうしよういや他にもある。なんだろう、あなんだろう、この振動やばいっすね。ゴッドさんいいよ、振動が楽しくなってくるよ、その振動があると。なんか私がおだてるのに夢中になってる最中にリプレイが3連したっぽいんですけど、抽選には漏れたっぽいですねじゃあ分かった、もう一回おだててみよう。もう一回おだててみて、また同じ現象が起きたらちょっといい流れってことでやりましょうか。いやーゴトさん今日もいい輝きしてますね、金ピカ。あ、え、ありがとうございます。あ、これがいい、ありがとうございます。これみたいにもっと聞いてください。いやもう弾きたい。お兄さんめっちゃすごいですね、頑張ってください。ゴッドを弾いたお兄さんがくれました。え、ってことはこれにゴッドパワーが詰まってるかもしれない。え、じゃあ飲んでいい。え、じゃあゴッドパワー注入してもいいですか。いただきます。はい、ここで皆様にお知らせがあります。まあ先ほどゴッドを2回引いたお兄様がいて、このお隣のお客様もただいまゴッドをね引きましたよ。かみってます、周りは大変かみってるんですけれども、私のところには一切ございません。見てくださいこの状況どうなってんだよマジで。私の引きはもうせっかく、そしてただいまスペシャルゴッドゲームに突入したお客様、私の入れたがっていたメデューサ入ってます。なんか私が今日目指していることは全て周りのお客様がやってくれてるんで、もう私はいいんじゃないかなっていう気持ちになってきてしまいました。まあ、そんなわけにもいかないですよね。頑張ります。はい、頑張ります。
な。これ少なくない？少ないよねこれ。頼む頼む。まだあるかもしれない。信じろ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 。来たんじゃないの？来たんじゃないの？来たんじゃないの？うらー！わお願いしますよ。はっ、ダメだな。いやー、またここで何か起こるぞ。まあしゃあないですね。いや頑張った頑張った頑張ったよ、うん、頑張った。だって有言実行したもん。だってスペシャルゴッドゲーム入れてね。はい、それでは実戦終了のお時間が来ましたので実戦終了させていただきます。まあ結果はエンディングでお話ししますのでぜひともエンディングまでご覧くださいませ。はい、それでは県内のデトカーレポートの方をしていきたいなと思います。まずはじめに私が実践をしていた、まあ、ゴッドとかハーレンとかのコーナーなんですけれども、やっぱりお客様の動きがすごく良くてすごく賑わってます。さあそして例えばね別組なんかもゲットしていただいているんですよ。私も今日はこうなる予定だったんですけど、さあお手持ちにもゲットしていただいてます。ドル箱ねしっかりと使っていただけまして、まだまだこの後伸びてくるんじゃないかなと思います。さあそしてスペシャルゴッドゲームを引いていたお客様なんですけど、なんと4000枚出していただいたそうです。すごいですね、本当に羨ましい限りです。はい、そしてこちらポセイドンのコーナーからドル箱をお使いいただいているお客様、そしてハーデスコーナーからもただいまドル箱3個目突入中ということで、うわ本当にすごい羨ましい。なんで私はこうならなかったんでしょうか。本当に悔しいです。実践しなかったコーナーももちろんお楽しみいただいていて、こちらサラリーマンのバンジョーのコーナーなんですけど、こ
ただいまドル箱別積みで4箱お手持ちにも2箱目突入中ということで、しっかりとご勇気お楽しみいただいております。はい、ということで実践終了となりました。お疲れ様です。はい、本日の結果報告なんですけど、まあ、結果報告したくないんですけど、はい、本日は投資が3000枚で回収が0枚です。はい、ある意味神がかり的な引きを見せられたんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。いや、本当だったらスペシャルゴッドゲームの下りで、まあ良き感じに乗せてイエーイみたいな、イエーイだよみたいなところも見せたかったんですけど、まあ今回はまあ空振りな感じで終わってしまいました。こんなはずじゃなかったんです。はい、まあちょっと実践中に頭をよぎったんですけど、もし仮にこのままちょっと良くない方向に行ってしまったら、そのうちなんかイナゴとか食べさせられるんじゃないかなと思ってちょっと怖いんで、まあ、次回はね頑張らせていただきたいなと思います。ぜひとも私たちと一緒に神ってる引きを目指して頑張っていきましょう。それではまたね。パチスロが大好き、知識なら誰にも負けない、立ち回りに自信がある、このどれかに当てはまっていれば OK。 次戦他戦は問いません。応募はこちらから。たくさんのご応募お待ちしております。